ちゃんくん、さあ結局約3日間マックとの格闘で過ぎていっています。2日、動画をアップしておりません。さあでも気合だけは入れていくよ。なんとかするよ。ポンちゃん、ポンちゃんが何か、外で車のドアが閉まる音を聞いて、ちょっと今日、あ、車行っちゃったよ。はい、おはよう。いいじゃん、おはよう。もう3日間俺はコンピューターをいじっていません。いじってないというよりは作業していません。今日は諦める、作業をします。まず、よいしょ。はい、今朝ですね、何時頃かな、7時前だねに電源を入れたら今は9時45分。違う、この10時、あ、9時45分です。あ、そっか。この状態です。まあいずれ終わって立ち上がるかもしれませんが、立ち上がったらまた再起動を起こすという、症状に今なっていますので、そして外からなんていうんだ、システムをね、最新のに、最新というか入れ直す、上からかぶせるっていう作業をしようとしたところ、ハードウェアの損傷でできませんと言われてしまっています。さあこのハードディスクを他の、過去にね、壊れた、iMac の27インチがあるんですが、それを捨てられずにずっとまだ置いてあります。こっちがね、グラフィックボードがやられたんだと思うんですよ、きっと。ハードディスク、そういえば入ってるなということで、それを入れてみたらどうですかっていう意見がありました。でもそれを自分で判断するのめっちゃ怖いので、今日は先輩の、カスタム、Mac を作って、自分でやる人がいるんですが、電話で聞いてみます。あとで本人にも言いますけど、いつもね、困った時だけ電話するんですよね、こいつ、この黒犬ってやつはね、謝らないとね、なんかいいこと、いい話を、持っていきたいんですけれど、うちにね、いい話が発生しないんだよね、なかなかね。あとはギターの先輩でもあるんですが、困った時に聞いてばっかりだね。失礼します。なんとかします。ポンちゃん、古い Mac ですね、これをちょっと取り出してみたんですが、思ってた症状と違っていて、グラフィックボードが壊れたというのはこの前でした。それを、Mac ストアに持って行ってグラフィックボード交換してもらった果てに、電源を入れてもすぐ落ちるという症状ですね。これは明らかにハードディスクですね。ということで、ハードディスクをここからここへというのはちょっと諦めないといけないかもしれないですね。ということで、いずれにせよこの2台はもうダメかな。ということで、全ての仕事はこの人にかかっております。ここなんで砂子乗ってんのか知ってる人は知ってると思うけど、デコがですね、この上に乗るからです。乗るからなんですが、この隙間から実は、キーボードを3枚ほど、 E と W と何か3枚ほど、ほじくって外しちゃいました。
これはジャン君です。ジャン君がやってくれたので、今まで使っていた、iMac で使っていたキーボード、これを、使っています。さあ、問題はね、この人に今最新の、動画の編集ソフトとアニメーションのソフト入っていません。入れようとしたらですね、蹴られちゃいました。その蹴られた理由が、まだ分かりません。この OS が、バージョンが上げられないからだとしたら使えないので、マオイママさんが iMac の、やっぱり古いのを使っていてですね、そこでやるしかないかな。それか古い、動画の編集ソフトは一応入っているので、それを使って、ネットからバージョンアップしますかって言われても断り続けるしかないかなというふうに、とにかく、毎日やっていることの中には猫の動画のアップっていうのがあるんですが、もう2日サボっちゃいましたので、今日なんとか1本は作りたいなと思います。こんなことしてていいのかなんだけど、まあどうにもなんないからね、とにかく前に進みます。はい、君たちは面白いことをやってくれますか。面白いことをやって、YouTube から収入が入るとありがたいです。どうですか、面白いこと。嫌なの。ジャン君は特に面白いことはありません。ジャン君はなんかここに挟まろうとするでね、こんな感じでね。あ、これですか。いつもパターンが決まってますけど、いいんですかそれで。